ってきたし。あ、お疲れ様です。今日もありがとうございました。調子が良さそうですか。そっか、練習を見てたんですね。はい、みんなかなりいい感じですよ。今難しい曲に挑戦しているんですけど、最初は全然うまくいかなくて、正直挫折しそうになったこともあるんです。だけどみんなで頑張って練習してかなり上達したんです。この調子で次のライブまでにレベルアップですね。よし、ここは気合を入れるためにもいつものあれをやりますね。ライブに向けて頑張るぞ。えいえいおーって、うわー、息を止まってカバンが落ちそうになっちゃいました。危ない危ない。え、このカバンについているやつですか。はい、みんなのカバンにもついてますよ。これ私がみんなに作ったお守りなんです。って、どうしてそんな不思議そうな顔してるんですか。ちょっと形は悪いかもですが、立派なお守りです。そういえばみんなもあなたと似たような反応をしてました。お守りを渡したら急に無言になって、モカなんてみんなの気持ちを代弁するとか言ってマジなんて言い出すし、トモエも形がいびつだって言ったんですよ。すぐは可愛いねって言ってくれたんですが、顔が微妙に引きつってたし、ランは何も言ってなかったけど、本当はマジって思ってたのかな。ふーん、寝ないで作ったのにひどいですよね。未だにあの時のことをネタにされることもありますし、モカなんて楽しそうに話すんですよ。たまにですけど、トモエもモカの話に乗ることもあるし、なんだか嬉しそうですか。それはですね、なんだかんだ言ったけど、みんなこのお守りを大切にしてくれてるからかな。このお守りはいろいろな思いを込めて作ったんです。私はみんなに比べてできることって少ないから。そうですね、ランはボーカルとしてみんなを引っ張ってます。大勢のお客さんの前であんなに堂々と歌ってて、ランって本当にすごいですよね。モカはすっごく器用なんですよ。ギターだってすぐに弾けるようになったし、難しい曲だって難なくこなしちゃうんです。さっき言ってた難しい曲だって誰よりも早く弾けるようになったのはモカなんです。トモエはかっこよくてみんなのことをさりげなく支えてくれてます。いかにも姉子って感じですよね。ついつい頼りにしちゃうんですよ。それにすぐだってバンドをやろうって言い出したのも、ガルジャムに出ようって言い出したのもすぐなんです。すぐがいなかったら私たちはバンドをやっていなかったかもしれません。私はアフターグローのリーダーをやってるけど、まだまだ全然だなって思うってわけです。ああ、大丈夫ですよ。別に落ち込んでいるわけじゃありませんから。だからこそ自分に何かできることがないかなって思ってこのお守りを作ったんです。みんなで頑張ってガルジャムが成功しますようにって。でもガルジャムに向けて練習してる時、いろいろなことがあったんです。ああ、ガルジャムというのはガールズバンド界隈ではメジャーなイベントなんです。それに出られることが決まったんですが、スグが倒れちゃって、ランとトモエが喧嘩しちゃって、一時は出場辞退になるかもなんてことがあったんです。驚くのもわかります。今まで大きな喧嘩なんてしたことがなかったですし、私もあの時はどうなるかと思いましたしね。でもみんなで乗り越えることができたんです。友情パワーってやつですね。無事にガルジャムにも出場できましたし、大大大成功だったんですよ。見に来てくれた友達もすっごくすっごく良かったって言ってくれました。だからかな、あれ以来迷ったりくじけそうになったりした時はこのお守りを見るんです。
そうすると、いろいろなことを思い出して不思議と前向きになれるんです。だって、ほら、このお守りは私たちのことをずっと見守ってくれてましたから。え？みんなにとってもお守りは大切なものだと思うですか？そうかな。そうだったら嬉しいな。それじゃあ、あなたの分も作りましょうか。もちろん、ひまりちゃんお手製のお守りです。きっとご利益がありますよ。って、どうして無言で笑って、しかも顔が引きつってるし、あの時のみんなの反応と同じです。冗談ですか？もう分かりづらい冗談はやめてくださいよ。そんなことを言う人には作ってあげませんなんて嘘です。あなたにはいつもお世話になっていますからね。はい、みんなも言っていますよ、私たちのことを陰ながら見守ってくれているって。みんなを代表して改めて言いますね。いつも私たちを見守っててくれてありがとうございますあなたと話してたらなんだかやる気がみなぎってきました。こういう時は例のあれですね。これからも頑張るぞ。やると気合が入りますね。あ、一緒にやりましょうよそんな恥ずかしがらないでくださいって。こういうのは勢いが大事なんですから。それじゃあ